7月の壁面の背景にスプレーを使って銀河を描いてみました。パンチを抜いた後の丸い粒々を集めておきます。星形のパンチを使って小さい星形の紙も作っておきます。台紙に軽くカラースプレーをしたら、天の川になる部分にテープを一本置きます。これを目安に丸い粒々を振りかけていきます。これが銀河になります。銀河の真ん中は少し星が少なくなっていますので、紐を取って少ない部分を作ります。残った丸い粒も周りに散らしておきましょう。少しカラースプレーを足したら、星の粒々を振って、その上からさらに黒いスプレーをかけます。この時銀河になる部分は少し明るめにしておきます。完全に乾いたら丸や星の粒々を振り落としていきます。粒々を置いてあったところが白く抜けて星になります。この上にさらにシールの星を貼っていきます。結構時間がかかるので、切り分けてみんなで手分けして貼るといいでしょう。粒々を置いたところはこんな風に白く抜けます。シールを貼ったところは色とりどりの星になります。金や銀の紙で大きめの星を作って貼りましょう。まず夏の大三角を貼ります。左上が織姫星、右上が彦星です。これで背景の出来上がりです。試しにひまわりと組み合わせてみました。平面的な感じのものはひまわりの花の裏に葉っぱを1枚貼ったものです。立体的に見えるものは茎がついたひまわりの一番上の葉っぱを画鋲で留め、形を整えて貼っています。これに笹や笹飾りをつければ七夕の飾りにもなります。手間はかかりますが、一度背景を作っておけば数年は繰り返して使えます。いろいろなアレンジを楽しんでみてください。